はい、こんにちは。こんにちは。今日は林工マイスターと自称ですか？自称です、ね、自称です。勝手に言ってます。岩田さんにゲストで来てもらってます。多分ね、知ってる人は知ってるはず。超有名人ですよ。今日は林工動画でございます。How to 林工でございますよ。はい、林工袋買ったのはいいけど、僕なんか超我流で今やってるんですけど、まあ実際ちゃんとしたザ・林工袋のやり方、外し方、入れ方、出し方、組み立て方、この辺をちょっと一個動画ちゃんと作っとこうかなと思って、今日は、自称林工マイスターの岩田さんに、来てもらいました。はい、はい、まあ早速ね、ちょっとやっていただこうと思います。まあ林工の魅力は皆さんも知ってる体で、ちょっとやらせていただきたいと思いますので、じゃあ早速やっていきます。よろしくお願いします。はい、はい、駅に着きましたというところからスタートをしておりまして。わかりました。はい、駅着いたら一番最初に何すいますか？はい、自転車を外します。あ、自転車外しますか？ああ、どこで外すんですか？あそこ、入り口の外、人気がない。ポイントは？ポイント、他にも、あとはね、人気がない、人気ないというか、あんまり邪魔にならないところ、恥というか、階段、改札から人が出てきて、こう動線がタクシー乗り場があったりとか、バス停があったりとか、そうですね、邪魔になりにくいところ、ね、なりにくいところ、はい、あと、うん、あとなんだろう、ダメな、なりにくいところで迷惑にならなさそうなところで、うん、なるほど、壁際とか、そうそうそう、壁際、ね、壁とかフェンスとかね、はいはい、ただあのガラスのこうコンビニのガラスの窓とか、はい、そういうのはやめます。ああ、もちろんもちろん。はい、でもう一個。もう一個あるんです。え、これいつも出てこない、なんだろう、なんだろう、黄色いの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 、あれか、展示、そうそうそう、展示ブロックね。なるほどね。展示ブロック塞がないでくださいね。あ、そうです、ね、あのついうっかりね、こう車輪置いたりとかね、カバン置いたりして塞いじゃうっていうのが一番最悪ですからね。最悪ですね。展示ブロックの邪魔にならないように。いや、すごい。そう、で場所を見つけました。はい、場所を見つけました。はい、自転車を置きました。はい、カバンを置きます。はい、ヘルメット置きます。置きます。はい、まあ T シャツ着替えたり、着替え、もう靴変えたりとか、はい、準備しました。何しましょう。準備したら、はい、実際何しましょう。僕はいつもひっくり返しちゃった。いきなりひっくり返すんですか。そう、ひっくり返して、いきなりひっくり返すんですか。で、両輪外して。やっちゃってます、ね、なんか忘れてません？あれ？あ、この辺取りましょう。この辺取りますね。その辺取らないとガリっていっちゃいますからね。まあ、サイコン、そうですね、あとスマートフォン、ホライト、はい、ホルダー、あとボトルもですかね、じゃあ。ボトルはね、外します？僕、外してるかな。外してる？中身は？あ、中身ね、入ってる。入ったまましてるんですか？入ったまましてるとまずいですね。そう、重いですね。持つの重いでしょ。外した方がいいですね。重いじゃないですか。うん。向こう全部空にしてると。カラーね、ちゃんと空にしてます。なるほどね。まあ、最近完全密封っていう、まあ、飲み口が、はい、のもありますけど、まあ、そうじゃないとね、うん、キュッと押した時にポタポタポタと出ちゃうと。そう、まあ、僕それで全部出ちゃう。まあ、最悪だ。水ならまだいつも他にセットとかだと最悪。電車の中でそんな重出ししちゃいますから。で、外すか外さないか。空にしてやるんだったら外さなくてもいいの。外さないといけない人もいるんですよ。違いが分かります？まあ、ケンタさんは身長大きいんでね、大体大丈夫なんですけど、はいはいはい、これ、銀行袋に入れるときって、ハンドル曲げるんですよね。そうですね、そうですね。これ曲げますよ。あ、ぶつかっちゃう、もしかして。セーフですね。あ、これセーフですね。もうちょっと大きかった。あ、ぶつかりますね。ぶつかるでしょ。そうですね。そういうのは取った方がいい。なるほどね。この辺外す、うん、で、これはボトルは大丈夫、はい、後ろのテールライトとかこういうとこにつけるのは別に大丈夫。あ、なるほど、はい、で、サドルは下げません。下げません。ペダルも外しません。工具一切使いません、うんうん、はい、で、次何しましょう。アウターホップにしてる、はい、にしましょう ね。アウターにします、はい、ね、後ろも変えます。なんでアウターホップにするんですか。これはあの車輪の後輪を外すときは後ろのギアは絶対にトップなんですよ、うんうんうん、外すはめる。じゃあアウターにするのは何でしょう。外しやすいのかな。外しやすいのは、ね、インナーなんですよ。あ、そうなんですか。あれ、あのパンクで外すときはインナートップです。知らなかった。一番チェーンが緩い状態なので。なるほどね。の方がはっかに楽です。でもこのまま輪行すると非常にまずい。まずい。チェーン落ちしちゃうってことですか。チェーン落ちもするし、もっと悲惨なこと、うん、もっと悲惨なことになる。あ、もしかしてこの柳材がそうそうそう、リンコ袋に当たって、リンコ袋に当たって穴が開いたり、リンコ袋を突き破って、突き破ってガリガリ脇張りに当たると。あー、それやばいな。最悪に痛いっすよ。そういうことか。一番痛いっすからね。
だからこれを守る意味でアウター。うわこれ皆さん知ってました、当たっても痛くない、そういうことだったんですね、はい、なんか無意識にやってたけど、そうそうそうだったな、はい、じゃアウタートップにしました、はい、じゃ次はアウタートップにしました、はい、ああ、うん、まあここをクッってあげるじゃん、そうそうそう、ブレーキのクイックレバーを上げておいてください。で、いよいよじゃあひっくり返して、ひっくり返します、ひっくり返す派ってまあ割と多かったりするんですけど、うん、先にやった方が手数少ないですよ。あ、本当ですか。このままひっくり返すと重いじゃないですか。重い重い重いですよ。先に後輪だけ外しておいた方がひっくり返すの、はい、ああ、そっか、なるほど。後輪はスッと外せます。後輪は多分スッといける、スッと外せます。まあ多分外せると思うんですけど、うん、4つのステップでいつも外します。あ、すごい、すごいですね。自転車の左側に立ちますね、はい、で右手でクイックレバーを緩めます。クイックレバー緩めました。クイックレバーね、これ後輪なのにくるくる回す人が多いんですけど、回す必要ないですからね。くるくる回すのは前輪だけですから。なるほど。後輪は緩める、緩めるだけ。で右手で後輪を押さえます。地面につけたまんまです、はい、で左手でサドルの後ろをグイッと20センチくらい上げます、はい、いきますよ、グイッと上げます、はい、はい、上がりました。このまま上げるといつまでもこうチェーンがついてきて、これ引っかかったついてきますので、これを一回ちょっと引っ張り気味にしといた状態から緩めながら手前に引きます。緩めながら手前、緩めながら右手の車輪を手前に引きます、いきますよ。そうするとスッと外れます。スッと外れます。おー、ほんとだ、ちょっと、おー、すごいパフォーマンス好きで、このまま外れるときはここにトップギアに乗せてチェーンのこの後ろ、はい、ギアちゃんと、あら、素敵。でたまにこんな風に、ね、うんうんうん、ちょうどうまいことチェーンが外れたんで、はい、ギアをインナーにして回す、うん、でアウターにしてポンとやればチェーン触る必要ないですから。4ステップ、アウタートップにしてブレーキの、クイックを緩めてます、はい、で自転車の左側に立ってクイックレバーを緩めます、はい、緩めました。ナットは緩めません、はい、ナット緩めで後輪を押さえ て左手でサドルの後ろを20センチくらいガッチャンと、うん、でこのままだといつまでも引っかかってますね。すぐ行くと外れませんので、うんうんうん、一度引っ張った状態から手前にスッと引きながら、はい、車輪を下げます。車輪下げ、抜けた、はい、素晴らしい。この外した車輪、はい、この外した車輪をね、うっかり地面に置かないでください、はい、地面に置くとね、うっかり自分で踏んだり歩いてきて踏まれちゃったりしますので、うん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 、で今まあ壁側でやってるっていう体なんで、うん、必ず壁際にこう立てかける、うん、立てかけてあげるってことですね。スペース少なく済みますので、そうですね、地面に置いたらもうただの邪魔ですので、うんうんうん、立てかけると、はいはい、でこの状態でひっくり返します、はい、シートチューブをまず持ってフロントフォーク、はい、持ったら手首でカットくるりと、なるほど、シートチューブとフォークで回すんですね、はい、でからの前輪を外す、クイックレバーを緩めて、脱輪防止の爪がついているので、はい、少しナットを緩めて外すと、うん、あ、もう同じように地面に置かずに、まあ、これも壁にかけてあげると。わー、これだけでもすごく重いな。いよいよじゃあ輪行袋に入れていくって感じなんですよね、おそらく、はい、ちなみに輪行袋は何かおすすめとかあるんですか。輪行袋はですね、もう縦型、縦型前後輪を外してこう縦型に収納するタイプで中に仕切りとかいりません。いりません。あ、もう巾着だけ。ほん、あ、巾着タイプ。へえ、もうその一択。僕仕切りついてるやつです。僕の仕切りついてると上側しか固定しないですね。うん、そうそうそう、下はガサガサするんです。そうです、そうです、そうです、すぐずれるんですよ。そうなんですよ、ね、僕が使ってんのが今あのホイールがこう仕切りが2つあって、で真ん中にこういわゆるフレームを入れる、はい、これじゃなくていいと。そう、これなんていうやつですか。ちなみにこれはね、グイーっていうメーカーの縦型のリンク。へえ。ジッパーのもう一つあんま良くないのが、うん、ジッパー噛むかもしれない。そう、あ、めっちゃ噛んでる。そうそう、でジッパーのやつだとあの巾着だとね紐がついてるんですよね。でその紐で電車の手すりにそのまんまつけられる。へえ。ジッパーじゃない巾着タイプで、かつ仕切りがない縦型のやつ。そうそうそう、それが一番あのシンプル。解決しましたね、皆さん。わかるほど、わかりました、はい、じゃあ早速ちょっとじゃあ輪行の手順をちょっといいですかね、はい、そしたらやっていきましょう。
で僕のいる位置が、まあ、から作業する、作業する。でその時目線が重要で、必ずハンドルが右側っていうふうに覚えてください。ハンドルが右側に来るよ、ね。まず一番最初にフレームカバーをつけます、はい。でフレームカバーってね、まあ、別売りで買うとこう3枚セットとかありますね、4枚セットで売ってるんですけど、1枚で十分です。1枚で十分、たくさんいろんなとこ巻きたくなるじゃないですか。そうですね、なんか大事なカーボンフレームの、ね、日本人であればね、こうね、几帳面にこう傷がついたら嫌だと。実際傷がつくのってこの辺だけです。うん、このあれですか、スプロケがこうなんか当たってとか、そういった、ね、車輪の中心、うん、この辺だけなんですよね、うん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 。この辺傷がつきますかと、こういうとこって、うん、これね、ここはつかないですよね。タイヤが当たってるんで、そうですよね、パンクしない限り、あのついてもゴムの汚れだけです。なるほど、だからこのとこ巻く必要は全くないです、うん。だから巻かないといけないのはこのシートチューブとトップチューブのこの交点あたりですね。でこれを単純にこう2枚こう巻いちゃうと、ここが開いちゃうので、はい、ここが開かないようにこう角に巻きます。うん、ああなるほど。へえ、なるほど。2枚、これで1枚でいけますね。へえ。3枚も4枚持っていく必要はありません。なるほど。1枚で十分です。はい。スプロケットカバーですね。これをかぶせるんですけど、先にクイックレバーを外しておいてください。あとでエンド金具をつけるのに使います。はい、ですね、でエンド金具を買うと、クイックレバーがついてたりするんですけど、はいはい、これ寸法全く一緒なんですよね、この辺と、はい、うんうん。わざわざ持ち歩く必要はないです。うん、エンド金具用に、なんかもう一個要はこれ買わなくていいってことですよね。そうそうそう、もう走ってる時使いませんから、これを使えばいいと。はい、はい、かな。じゃあエンド金具をつけます、はい。でエンド金具を普通につけると、先にこう組み立てといて、ここにカチャッとはめるんですけど、普通にアウタートップだとここ当たってるんですよね。そうですよね、はい、傷がつくんですよ、はい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 。ここ傷がつくので、このチェーンをここに通しちゃいましょう。どこに通すんですか。あ、ここに、ここに、あ、で、ね、通すためにはちょっと一回外しておいて、はい、はいはい、ちょっといわゆる片方だけ外しておいて、この辺に通すんですよね。なるほど。そうすればそうそうそう、手も巻き込んで、つる巻きバネのね、向きも間違えないように、この細い方が内側、細い方内側、はい。で軽く締めておきます、はい。でこの状態でこの一番長いところを持ってまっすぐ引きます。うん、うん、お、これなら傷もつかない、車輪がはまったような感じ、はい、そうですね、になります。ただね、これ手離すとね、すぐ緩むんですね。そうですね、チェーンで引っ張ってますから、うん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 。これを緩まないように手で押さえながら巻いてある、ナットを調整してちょうどいい強さでクイックレバーをよいしょと締める。向きはここがいいんですね、やっぱこのチェーンステーと大体直線、直線で。ああなるほど、はい。もう一工夫、リレーラー、OK、もう一工夫。これね、よくあの立ちこけして変速機が壊れたっていう人がいるんですけど、はいはいはい、あれ原因はここが当たるんですよね、倒れた時、うん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 。このラインの 3.2 ディレイラーがいるんですよね、はい。そうならないように変速機をちょっと動かします。あ、この状態で動かすんですか。そうそうそう、あ、そうすると倒れた時って、ね、このここがあるんですね、はいはいはい。ここ当たらないんです。そうですね、そうすると曲がる、曲がらないってことですね。あの記念撮影とかしてる時にアウタートップで写真撮ったりする方が綺麗じゃないですか。うん、僕そうしてます。でもその時倒れたら、はい、そうですね、直接ここが当たって一番最悪なことです。そうですね、目にゃってなっちゃいますよね。あ、いや、あ、しかも回しても回ります。そうです。うわ、知らなかった。まあ一番最後までプロギアまでやっておきましょう。いや、プロケットカバーをかぶせると。で、これクイックレバーがない方が、あの、すっきりはまります。うん、クイックレバーは割と飛び出しているので、この方が好きだなと、はいはい。でこの状態で今ハンドルが向かって右側にあるので、うん、左に90度こかします、うん。でこかすとちょうどクイック、エンド金具が垂直くらいがちょうどいいので、はい、今これちょっと傾いてる、ちょっと傾いてる、ちょっと傾いているので、いちいち緩めなくてちょっとグイッと、うん、ちょっと調整してあげると、でまた倒してあげる と、 するとあ、ピタッとピタッと立つと。すげえ、やー、なるほどね。でこの状態で車輪でフレームを挟みます、はい。でこの時また重要なことがありまして、ペダルの位置はどこにしましょうか。あ、ペダルの位置ですよね。まさにこれに近い状態がいいっていうのも、こうだと要はなんて言うんでしょう、あの、張っちゃうじゃないですか。この状態一番こうですよね、これとこの逆、逆、うん、袋の方があの
外のラインが変速機からこう来てここに来るとね、はい、まんまこれ飛び出します。うん、そうですね、でさらに反対のペダルをここにね、こうキュッ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 と入れないといけないので、よろしくガチャ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 、はいはいはい、じゃあこっちは何でだろう、自転車の左側を持ちます。そうです、うん、はい、こう持ちます。あ、痛い痛いこっちは、あ、広い、あ、広いです、あ、広い、そういうことだったんですね、なるほどね。ということで、こっちですね。はあ、はい、これはこれで挟む、マイスターなだけのことはあるな、さすがですね。これでね、挟むんですけど、もう一つね、向きが重要なのがありまして、はい、ハンドルはどっちに倒しますかと。あー、っていうことだと多分こっちは岩田さん向きなのかな、要は担ぐ時がにハンドルが邪魔にならない向きなんでしょうか。いや、今まっすぐですよね。あ、今まっすぐ、こっち倒す、こっちに倒すってことなの。倒れちゃう、倒れちゃう、悪いな、反対は倒れねえや、倒れないよ、なんでしょう、あ、これのせい、こっちの方が重いですよね、自転車って。マジか、なるほどね。どっちが立ちやすいですかって言ったら、バランスが、そうですね、バランスの上、そうかそうか、じゃあこっちと。でさっきの引っ掛けがあって、なんかこっちって邪魔な気がするじゃん。そうですね、そんな邪魔じゃないんですよね、これ。あ、そんな邪魔じゃないんですよ、意外に。そうですね、そうそうそう、でね、へえ、簡単にした方がすごい困ることがあって、はい、こう担ぐでしょ、はい、よく大きい荷物を持った時壁に当たったりしません？ああ、します、します、します。これまさにその状態、いわゆるハンドルがガチャガチャ当たっちゃうっていうこと。自分の幅よりこう右に出てるんで、なるほどね、真っ直ぐ歩いていつもりで右側の柱にぶつかったとか、って、うん、まあ、最悪人にぶつかった、はいはいはい、よくないですね。しかも自分の後ろの全然見えないところ、うん、これすごい危ない。そうですね、すごい危ないので、こっち側、そっちの方が全然いいですね。そうそうそう、体のラインに沿ってハンドルが来てるし、一番出っ張りの少ない持ち方になる。まとめここはクランクは、チェーンリング側にこうベッて伸ばしておいて、そうそうそう、でハンドルは逆、これによってバランスが取れるってことですね。担ぐのは自転車の左側ってことで、こっちクイックレバー外しているので、はい、出っ張り少ないんですよ、うん、だから体に近い方、はい、後輪が体に近い方、うん、でスプロケットは内側、はい、で前輪はどっち向きがいいですかと、はい、こっちの方が面積広いんで傷がつく、ね、やすいじゃないですか、傷のリスクがありますよね、でこっち別に担がないんで、そうですよね、なるほど、こういう、これが正解の型ですか。そうそうそう、まあ、ハの字にって言うんですけど、まあ、勝手にハの字になります。今4点で立ってますよね、はい、一番安定してます、はい、これで縛り方が下手だと縛ってる間にこう車輪が浮くんですよ。うーん、そうすると2点になっちゃうってことですね。そうするとバランスは、うーん、このまんま縛る。実際にこう縛るっていうのは多分結構ほとんどの人が難しいでしょ、ね、難しいと思う、はい、僕も全然よく分かってないまま結局我流に今なっちゃってるん で、はい、で縛るのは3箇所、はい、であのポテトチップみたいにこうならないようになるべく正三角形、うんうんうん、正三角形ですか、はい、均等にね3分の1で結ぶと、はい、で一番重要なのはここ、このフレームとタイヤの一番近いところでグッと結んでます、でたまにこの辺でやってる人がいるんですけど、この辺だとね紐が長くなるので、ずれやすくなります。僕多分やってますね、それ。ああ、ね、ここは二重です。二重は難しいんですけど、こうバックルね、はい、こうパッチンってことになるんですけど、ね、こうメス側ね、これオス、はい、オスメス、オスメス、メスの表と裏で、裏側を右手で持って、ダウンチューブの下から通します。はい、こうワイヤーがあったら、1回目はワイヤーの下を通ってください。最初はフレームだけ、フレームだけですね。フレームのこの今の目線で下側でクロスしてます。はい、クロスしてます、はい、で両端ありますので、これを今度車輪の下を通ります。車輪の下、あ、通ってますね、車輪の下を通ります、はいはい、はい、通ってます、通ってます、はい、でそこでまた、あ、そこで初めてフレームと巻き込んで、そうそうそう、引っ張ってあげれば、うん、これも仮止めです。9割、8割、10割ですね。シート、ステイと車輪、はい、ステイと車輪、はい、よいしょ、うんうんうん、まあ、ここは一発目からもう巻き込んじゃって、ね、これも一重です。でこの時にこうバックルは必ず広いところでパッチンとする
角とかでバックルを固定するんじゃなくて、固定するとそれ以上引っ張れなくなる。ああ、そうですね。下でここでやればこう引っ張れますよっていう、ね。たまにわざわざやりにくいこの内側でパッチンってする人もいるので、それやりにくいだけなんで。ここだとね、そうですね。あとこの時あのチェーンで汚れないように気をつけてくださいね。わかりました。はい、へえ、なるほどね。最後はサドルの前側。1点、2点、でここ最後3点、はい、サドルの前側と前側にちょっと当てると摩擦が増えるので、はい、しっかりなるほど、ここも一重 でスペースのあるところにバックルが来る、はい、うわすごい、なんかもう倒れる気がしないですね、これこれで本締め、タイヤの横を持ってギューと引っ張る、タイヤの横を持ってこう、タイヤの横を押さえて引っ張る、ここもタイヤの横を押さえて引っ張る、はい、タイヤの横を押さえて引っ張ると、うんうんうん、ね、全部こっち側に、こっち壁ですかね、そうですよ ね引っ張る、はい、ね、今向こう側が壁になってるっていうのが程度で、どうでしょう、もうこれ安定してますか、ちょっといいですか、触ってみて、すごい、本当なんかもう無駄がないというか、そうすげーや、あ、さあ肩紐か、肩紐ね、もう最初からこっち輪っかにしておきます、あ、このね、肩紐がやっぱ結構皆さんよく難しいと思ってると思う、普通は両側このスライダーがついてるんですね、はい、でいちいちこう通していかないといけないので、うん、めんどくさいのでもう最初はもう輪っか、いきなりこれちっちゃい輪っかを作っておくんですね、もう最初からもう作っておく、もうほどかないでこの状態でここを通します、ステイ BB の BB あたりですね、はい、で輪っかから通す、輪っかから通す、ああなるほど、鍵でありますよね、ダブルループの、はい、これでもう輪っかに通してました、はい、からの今でちょっとここに引っ掛けときます、あフォークのこのクイックのところに引っ掛けるんですね、はい、引っ掛けて、これ下にペロンって垂らしちゃうとちょっと次使いにくいので、なるほどなるほど、ここに引っ掛けときます、これでようやく服ですね、この収納袋をよく忘れまったりするので、はい、スピードメーターとか、なるほどね、ここにスピードメーターとか入れてで引っ掛けてあげちゃった、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、輪行袋、これ向きがありまして、はい、ちょっとこう斜めに傾いた平行四辺形なんですね、パッと見分からないので、まあ、どんな輪行袋でも、まあ、あの巾着タイプでもジッパータイプでも必ずここに穴がある、はい、穴ありますね、はい、この穴からこの肩紐が出るので、同じ向き、あなるほど、巾着タイプはあの上しか開いてないので、はい、あのズボッと入れにくいんで、はい、入れにくいのでこのめくるときにこう外側にめくっててください、うん、バナナの皮をめくるように、なるほどなるほど、そうすると次スッと上がるでしょ、そうですね、内側に入れちゃうと引っかかってね、そうですね、いろんなとこが引っかかって上がらないので、はいはいはい、はい、でこんな感じで、あとはもうそのままスポッと入れるだけですか、はい、とりあえず気にするのはこの変速機の方だけでいいです、ガボッと上げます、上げるとこの肩ひもを持って、はい、でこれを穴からこう出して出す、はい、この時一回こうちゃんとグイッとこう上に上げといてくださいね、下でちょっとたるんでると、あの持ち上げた時にグスンっていくので、わかりました、はい、で長さ調整がちょうどいいのがですね、大体もこのフロントフォークのこの低い方、はい、をピュッと通ってこのステムのところに通すので、この長さくらいがちょうどいいです、なるべく短めがいいです、ね、短めがいいです、ここで今止めてないんですけど、はい、この位置にバックルがあるとしたらここで止めればちょうどいいので、はい、後からこう長さをずらしてグニャ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 する必要はないので、よくやってますね、ここって覚えておけば一回緩めてで、ここに入れとくに通して、でさっきの長さになる、あなりますね、ぴったりちょうどなる、うーん、でサドルの方を上げてあげる、おピッと、おお、で一回結んで、蝶々結び、でこれねどうしてもこう脇から出ちゃうんで、そうですよね、あこれこう、あかぶせとく、これでかぶせとけば完璧と、これで出来上がる、おーすごいいやもうびっくり、目から鱗って本当こんなこと、このことだもん、
持ち上げるときに、まあ、力ある人もこう、うん、持ったりできるんですけど、女性の場合しんどいんで一回しゃがんで肩入れて立ち上がる、はい、あ、すごい、なんかもう楽そうです。ちょっと僕持ってみていいですか。まあ、じゃあしゃがんで肩入れて、あ、楽で、下ろすとき注意してます。あ、そっか、エンド感覚がね、ガーンと下ろすと曲がっちゃうんですよ。あ、意外に、まあ、スッとこう下ろしたり、じゃなくてサドルの方が、あ、こうか、そうそう、で、こう、そうそう、サドルの後ろを下ろして前を、そう、こう、それよりじゃなくてトーン、もう前からやったらガーンって曲がっちゃって、そうですね、エンド感覚の意味が全くなくなっちゃう。あ、ペダルがそうになって、あ、すごい、こうすることのフィット感が半端ないですね。今腰のあたりには、ね、スポークがいてちょっと痛いんですけど、そこか、へえ、めちゃめちゃいい。ちょっとこう後ろに背負う感じにするとちょっと楽、うん、こうですね。でどうやってもこうね、肩が食い込む、まあ食い込みますよね。バックパックとか持ってたら、うん、上にこう持ち上げるとか、うんうんうん、どうしても痛かったらもうタオルとか、うんうん、なんかこう当ててあげると、そうそう、ね、変なの買わなくていいですよ、パッドと。あ、よく言ってますね、パッドだけで言いませんから、リンコ袋用パッドみたいな。あ、じゃあ今度適当に何か当てたらいいぐらい、ちょっと我慢する、ほんのちょっとですから、担いでる時間なんで。いや、輪行袋、輪行講座ですよ、どうでしょうか。結構ね、あの身長低い方、160センチぐらい の、うん、あの女性の方の場合はこう担いで、うん、これだとちょっと階段が上がったりするので、うん、そうですね、ちょっと後ろにぐわっと回すと、こういうこともできるんですね。ちょっと横型になるので、そうですね、足元広くなる。また下ろすときは元に戻して後ろから、うわ、もう拍手、拍手。でもフロントのエンド金具とかいりますもん、ね。うん、そうですね。全然いります。自分で持ってますよね。僕買っちゃいました。いらない、買ってないけど。いらない、あの飛行機乗るんだったらいります。ああ。これ自分で持ってますから。そうですよね。こんなとこ潰れるはずがない。そうですね。よほどなんかガーンってなんか超硬いところに振り回れたら確かに。もう大事に持ちますやん。そうですね。じゃあ、はい、タタタタタ、はい、現場着きました。現場着きました。また一緒です。場所をちゃんと、うん、あの邪魔にならない壁際を探してください。壁際探す、展示がないところでね。展示力もないところね。これ巾着開けるときにね、ちゃんと全開にしてください。あ、この紐ですか。そうそう、全開にしてもいいと。全開、全開じゃないと畳みにくいし、次使いにくいので。そうですね、きちんと全開で、まあ本当にさっきの逆バージョンですね、つ、はい、けた順にこっちを外してから、ここを引っ張って抜いてあげて、はい、でここも引っ掛けて抜いて、あ、これで紐が出てきました。で、あ、そうですね、この時のまあ注意点は、ストラップ3箇所あるんですけど、そうですね、下から外してください。あ、下から外す、上から外すとね、うわってこう、あー、なるほど、重みでこうガチャンってなっちゃうってことですね。下から外せばそういうことはある、なるほど。初めて上が緩んで、この時もじゃ壁側にこう立てかけてあげるっていうことですね。でこのままもう横に逆さの状態にしちゃいます。外してやって、外してやって、もう外してやって、でこれを外すのでギアを戻す、ギアに、さっきね一番ローにしてたのを戻してあげる、トップにしてあげる、一個緩めよって、外れました。この状態で、これ、ね、スプリングの位置を気をつけて、ね、細い方が内側、ここが内側で、でちょっとでいいですかね、はい、はい、で、はめるときは、ね、もう逆さまではめちゃいます、はい、ここまで持ってきておいて、このゲージを上げ、上げて、トップギアをチェーンに引っ掛けたら、まっすぐガチャンと落とす。外すときはここを、ここを動かせばいい、ね、決めると、チェーン触らずに、ここに入れるときによくチェーン触る人、そうですね、触りますね、指汚れますから、そうですよね、真っ黒になりますよね。後ろをちょいと持ち上げれば隙間が空きますので、発射と、これでもうみんな手を汚すことなく、そうそうそう、手が汚れるとしたらもうこうタイヤを持つときだ。ああ、なるほど。あともうチェーンは触る必要はないです。前輪もスッと、スッとはまると。はい。はい。で、またシートチューブと
フロントコークを持って手首でクイッとひっくり返す。ヒートシェーブフロントコーク持ってひっくり返す、はい、あとブレーキを締めてあげる。あとこうちゃんとこう回るか、当たってません、ね、はい、確認して、バッチリ完璧。あとスピードメーターとかついてたらちゃんと、あ、元に戻したらいいってことですね。はいはい、センサーよくずれたりします。こういうところにね、センサーつけてる人いますもんね、こことかね。マグネットなんかもね、よく動いちゃう。あ、こっちに、うんうん、こう横向いたりとか、そうですよね、しますので、はあはあはあ、必ずこうちゃんとこうチェックする、うんうんうん、で割と片付ける時間かかる。この畳み方はこの穴のある方、はい、穴のある方、底を持って穴のある方を上にしてもらって、はい、穴のある方の底の角と上側を合わせる。こことここを合わせると、はい、うん、でもう半分、もう半分にしてあげる。そうすると三角形余りますので、余りますね、三角形を内側で長方形になったんで、もう一回細くする。うんうんうん、それで半分して、でもう一回また半分。あ、すごい、一気にコンパクトになった。で、この辺のはぐしゃぐしゃっと集めておきましょう。で、これを巻くんですけど、終わりがこの折ってある方、あ、折ってある方にした方が綺麗に巻けます。くるくるくる。で、この時にふわふわっと巻かずに一回ギューっとこう体重をかけてあげてくださいね。圧縮する感じですね。そうそうそう。でこの状態ならもう一発で入ります。おお、無駄がない。こうぐちゃ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 しなくても一発で、そうですね、マスト、あ、おお、これで完成、はい、一通りの流れができる。うわー、素晴らしい、おめでとう、ありがとうございます。それ拍手。これ拍手。輪行マイスターによる岩田さんの輪行講座でございました。いかがだったでしょうか。もうね、僕は目から鱗、もう感動しっぱなしでしたけどね。もしも岩田さんやばいいいねっていう方はぜひね、こう岩田さんに対してグッドボタンを押してあげてください。はい、何かリクエストがあれば随時受けておりますので、コメントなり何なり言っていただければと思います。ということで健太さんと岩田さんでした。どうもありがとうございました。